承知しました。アマリエ様にお伝えします。リサ様から元凶報告をいただきました。戦線は6つまで拡大、その全てで目標の姿が確認されているとのことです。これで海戦からの合計が10人になりました。ブリムにはあとどれくらい余力があるんだろう。わかりません。我らは目標の魔力が尽きることを信じてコンクラブを続けるのみです。それ少し気になってたんですけど、目標本人がどこかの戦線に出てくることはないんですか？最強って言われるくらいの魔女なら一人で一個師団くらいは相手にできますよね。下手に魔力を割いて疲弊するより直接手を下す方が早そうなのに。確かにそうなのですが、出てくることはないだろうというのがゾフィー様の見解です。領土を守らなければならないプリムは一つの戦場で勝利を得ても他を攻め落とされれば苦しくなります。我らの指揮官は白衣の女神様ですから、プリム軍は常人を指揮官に据えても勝利は望めません。そのためプリム自らが分身を作って指揮に専念するしかないのです。6つの戦線に分身を派遣する魔力とそれぞれを指揮する能力は強端に値しますが、決定力には欠けてしまうというわけです。とはいえ決定力に欠けるのは我らも同じでして、このままプリムの魔力が尽きず持久戦に持ち込まれてしまうと敵地で戦う我らに勝ち目はありません。危うい均衡を崩すためにどこかで大きく仕掛けなければならないということですね。
はい。そのために重要なのがアマリエ様のお働きです。クリム軍の本体の注意を引ければ仕掛ける隙が生まれる。その通りです。仕掛ける時期はゾフィー様が見出してくださるでしょう。責任重大ですね。アマリエ様ならば必ずやおできになります。ありがとう。やってみます。
ひどい任務を引き受けちゃって。あ、でもね、全く考えなしってわけじゃないんだよ。相手がマナニアと魔獣ならカマラ要塞の時みたいに親玉を倒せば統率が乱れると思うんだ。私が親玉の気を引いておびき出すから、そこを百鬼兵がやっつけるっていう作戦でどうかな。だよね。やっぱり百鬼兵もこの作戦しかないって思うよね。よかった、ありがとう。死ぬ気で巻き絵になってくるからよろしくね。ずいぶん長い独り言だったな。小声でよく聞き取れなかったの。念のためリサ様に報告しておくか。Yeah!
アマリエ様、フリム軍の本体を発見しました。目標の姿は？今のところ確認できておりません。本体なのに分身を置いてないんですね。策が功を奏して分身を出せなくなったか、出していられる時間に制限があるため常には置いておけないのか、いずれにしても隙をつくのに好都合ではないでしょうか。ですね。早速作戦行動に移ります。あなたはどこかに身を潜めて、ゾフィーさんとリサさんに報告をお願いします。承知しました。それではご分を。もう少し本体に近づいて親玉をおびき出せないか探ってみよう。
いた。ひときわ大きなマナニア。うん、魔獣かな。あいつを百鬼兵のところまでおびき出すことができれば。どうやっておびき出そう。音か匂いか。マナニアが。ここは私が一肌脱いで。あれ、でも色かって匂うんだっけ。アマリエ様は何をしておられるのだ。油断を誘っておいでなのか。そうだ、非常用に持ってるマナの花の飴に押しかけよう。これならマナニアだって虜にできる。私を誰だと思っているの。あなたのおぼこ臭い匂いは私の領内ならどこにいたって嗅ぎつけることができますわ。でもおちびちゃんは近くにいないようね。好都合ですわ。唯一の不安要素は早めに摘み取っておきたいものね。私が唯一の不安要素。あなたそれ本気で言っていますの。え、あれ違った。とんだうぬぼれ屋さんですわね。おちびちゃんのことに決まっているでしょ。うるさい。まあでもある意味では当たっていると言えなくもないか。ここであなたを消すことでおちびちゃんを無力化するわけですし、主人が死ねば使い魔は目的を失う。わざわざ強いおちびちゃんを相手にしなくてもあなたが死ねば結果は同じ。そして今ならおちびちゃんに邪魔されずにそれができる。主人、使い魔、どういうことだ。さあ、あなたたち、おちびちゃんが来る前にそのうぬぼれ屋さんを八つ咲きになさい。使い魔を一瞬で。なんだあの生き物は。やっぱりマナニア程度では歯が立ちませんわね。できればここで潰しておきたかったですけど、残念。そろそろ時間ですわ。消えた。アマリエ様、黒いやつはどこへ消えた。お、それどころではない。アマリエ様、ご無事ですか。なんとか。はい。あ、かしこまりました。ゾフィー様からです。お出になれますか。大丈夫です。ではこちらを。アマリエです。状況を報告しろ。本体と交戦中に目標が現れました。しかし現在は姿を消し、本体は大きく乱れています。やはり貴様の方も。やはりとは。全ての戦線から
フリムの姿が消えた。魔力が尽きたんですか？可能性は高い。一匹の獣のように統率されていた敵が足並みを乱し始めている。ガブリエーレからカマラ要塞が無血解除したという連絡も届いた。おそらく魔力が尽きたことで第三の目も力を失い混乱が生じているのだ。今が好機だ。一気に仕掛けるぞ。各戦線を維持しつつ白衣の女神と精鋭部隊を集結させてフリム城を吸収する。集結地点はフリム城前の森。つけば分かるように兵を潜ませて。急げよ。時間の勝負になる。目標の魔力が回復する前に決着させるぞ。私の体のこと何も聞いてくれなかった。それだけアマリエ様のことを信頼しておいでなのでしょう。できぬ者にやれとは言わないお方です。買いかぶりすぎだよ。私なんて嘘ばっかりなのに。何か？いえ、何でもありません。では僭越ながら肩をお貸ししますので集結地点へ急ぎましょう。はい。アマリエ様、ほどなく集結地点です。ここまで敵兵や魔獣に会わずに済んだのは思いがけない幸運でしたね。そうですね。百鬼兵が先回りしてくれたんだ。時にアマリエ様、先ほどプリムの使い魔を倒した妙な生き物についてですが。ことでしょう。お待ちしておりました。皆様すでにご到着です。こちらへ。アマリエ様がお着きになりました。貴様が一番近くにいたはずなのに随分と時間がかかったな。すみません。リサ、こいつを動けるようにしてやれ。はいはいさー。応急処置完了。これで短時間の戦闘なら耐えられる。副作用は激甚。ありが…え？副作用？激甚って…忘れた頃にやってくるのだ。笑い事じゃないですよ。進発するぞ。俺たちの動きは筒抜けだと思った方がいい。時間をかければその分だけ不利になる。速さが肝だ。対応する暇間を与えず一気に目標のところまでかける。死ぬ気でついてこい。遅れたら殺すぞ。ゾフィーさん、いつも以上に気合が入ってますね。無理もありません。ゾフィーさんは第一次討伐戦で目標にひどい目に遭わされましたから、以来魔女への憎悪とはまた別の吹き上がるような執念が彼女の原動力になりました。
とても危うい。自身を焼き尽くしかねない焦熱の執念。あれは何人たりとも消すことはできないでしょう。触れるとやけどじゃ済まないのだ。気をつけなよ、アマリエッチ。驚かさないでください。門が閉じられました。小賢しい真似を。今のは